例えば、アナログ時計の文字盤に向かって、7から11がある方向を、左、1から5がある方向を右という。あるいは、南を下、北を上としたとき、東の方向が右、西の方向が左となる。左右の概念は、共存関係にある2つの存在を区別するためにも、援用される。どちらが右出た方が、左となるかは、 人間の取り決めによってのみ区別できる。外見的には人体はほぼ左右相性だが、実際には心臓の位置や利き手などの非相性性があり、社会として、つまり多数派、少数派の違いとしてそれが確定できるため、左右の区別は一般的通念として世界で広く使われるが、それすら往々にして混乱を生じる。どっちだっけお箸を持っ方だよという。 よくあるやりとりがそれを示している。人間にとって上下は重力の方向を前後は自己の進行方向を示すというようにはっきりと異なる意味を持つのに対して左右にはそのような判然とした価値の差が存在しないために混乱が生じやすい。左右という概念、単語を持たない民族、言語もある。左右は幾何学からは定義できない。 互いに直角に交わる三つの軸は、任意に前後の軸、上下の軸、左右の軸と定められる。前、または後及び上、または下が定まった時に残る方が左右の軸あるが、どちらが右で、どちらが左であるかは、右と左をそれぞれ図で示したり、何か実物の例を使うことでしか説明できない。なお、これは、幾何学において左右が特別なわけではない。 例えば直行する三つの軸に左右、上下をこの順に定めてもどちらが前でどちらが後かは純粋に幾何学的には任意性が残る。例えば全ての辺の長さの異なる不等辺三角形は三角形の頂点 ABC を右回りに振った場合と左回りに振った場合の二通りがかけ両者は同一平面上ではどのようにしても重ね合わすことができ。 しかし、ユークリッド幾何学では三辺の長さが等しい三角形は合同であるとして、幾何学的にはこの二つを区別しない。このように平面図形では型としては同じでも平面上ではどのように移動しても絶対に重ね合わせられない形が存在し、それはいわゆる共造である。ただし、我々の空間の中ではこのような図形は持ち上げて裏返せば、 重ね合わせられるので、これらを合同とみなす。それに対して、空間図形の場合、我々の空間の中ではこれをひっくり返すことは、機ないから、絶対に重ね合わせられず、これらを区別せざるを得ない。それに対するなに、右と左を使う場合もある。これについては、共像の不死も参照のこと。人体が、ほぼ左右対称なことから、左右の概念は、 様々な幾何学的な共造関係を区別するために持ち出される。例えば回転の方向を指す右回りやら線などの右巻きである。これは日常会話だけではなく、数学における右手形や科学におけるキあル、物理学におけるヘリシティなど、科学の様々な分野においてもそうである。しかし純粋に幾何学的には左右は本来六型の一つであり、 その立場からすると、これらの左右は遠洋である。例えば螺旋において、右巻きがあるからといって、上、巻きや、後ろ巻きといった概念があるかというと、そうではない。したがって、共造関係にある二つの螺旋のうち、片方が絶対的に、右巻きというわけではない。しばしば右ネジと同じ螺旋を、右巻きと呼ぶが、それは、人為的な約束時である。一方で、 巻き替では、その巻く方向は、体の左右と密接に結びついている。軟体動物の場合で口述する。分野によっては、どちらの螺旋が、右巻きと呼ぶ関連であるかが決まっている。例えば人間が向き合った状態では、自分の右手側は、相手の左手側になるなど、左右は誰から見たかによる。そこで、ある方向を定め、そちらを向いた時の左右で指定する方法がある。 これを向かってという、に向かって右側などという、似たものに背にしてという言い方もある。要例は以下の通り。自然現象においてもしばしば左右対称性、正確には共像対称性が見られる。つまり、鏡に映った像と実際の姿を区別することはできない。ところが、いくつかの重要な事例において左右が対称でない場合、あるいは、 左右対称であっても同一でないとみなさねばならない場合がある。しかしながら、それにより左右を絶対的に定義できるかというと、左右の定義と宇宙人の不死で口述する通り単純ではない。前述のように自然現象のほとんどは左右対称に現れる。しかしながら、若干の、しかし重要な左右不相称の現象が存在する。代表的なのは、 以下のようなものである。左右の区別を純粋に論理的に区別することの困難さについては、口述の左右の定義と宇宙人説も参照。人間には、一般的に日常生活において、左右いずれかの手の方が器用に動かしやすいことから、これを聞き手として用いることが多い。それぞれ右聞き左聞きと呼ばれ、世界的に見て、 右利きの人間が多数だがその理由ははっきりとわかっていない。足にも手と同様に利き足が存在する。利き手のように目立つことはないが、利き足の方がそうでない足より蹴る力が強い。そのため、砂漠などの広い土地で目印を定めず直進しようとすると直進することができず、利き足とは逆回り、右利きの場合左回りの巨大な円を描いてしまうことがある。 リングワンダリング。運動生理学も参照。生物の内臓は左右に非対称性が見られ、例えば人間の場合、通常は自分から見て肺は左右にあるが右側の方が大きい。また肝臓は右側に大きく偏り、胃は左、盲腸は右、ついでに腸の配置は対称性がない。この状態は正意と呼ばれる。しかし、稀には 臓器が左右逆の位置にあるものもあり、これは逆位と呼ばれている。すべて逆の人もいれば、特定の臓器のみ逆転している人もいる。全臓器反転症も参照。動物の脳はほぼ左右対称な形状をしており、大脳及び小脳は左右の半球に分かれて存在している。大脳は反対側の半身の、小脳は同じ側の半身の運動。 感覚を担当しているが、それぞれの反球の役割は同等ではない。その差は特に大脳で著しく、有意反球と呼ばれる側の大脳が論理思考、言語など主要な精神機能を司る。逆の列位反球と呼ばれる側は、空間認識に関わっているなどが明らかになっているが、まだ十分に解明されてはいない。また、両側大脳にあって、 短期記憶を司る会話も、優位側は言語的記憶、劣位側は非言語的記憶に関わることが知られる。右利きの人間のほとんど、約95%で、優位半球は左、劣位半球は右である。左利きの人間の場合にはあまり一定していない上、優位半球と劣位半球の区別が明確になっていないことも多い。脳の左右に関しては、続説も多く見られる。 脳機能極在論、脳、左脳論を見よ。生物一般の場合も、左右の対称性と非対称性が入り混じる。動物の場合、上下は重力から自然に定まり、また前後は多くはほぼ水平方向であるが、主に進む方向であり、これらの二つは極めて重要である。左右は、その残りから生ずる。個体としては、外部形態においては、 左右対称性が見られるものがほとんどである。内部形態では左右対称性と非対称性が混ざる。人の場合の主な非対称は心臓と肝臓の位置及び消化管の配置である。しかし、これらも本来は左右対称な形である。心臓もその発生からは体の中央にあるべきものである。消化管も口から肛門までの長さであればまっすぐに配置するはずで、 他の動物群においても体調より長い消化管を持つ場合、その配置は非対称である例が多い。もともと左右対称だったのが左右どちらかが対化することで左右非対称となる例もある。例えばオタマジャクシのうちエラの出入り口は左側だけにある。よりはっきりした非対称が見られるものもある。例えばヒラメやカレイでは体側面を下にし反対側に 両面が移動している。他の魚の鱗を食ういわゆるスケールイーターでは獲物を狙う向きにって顔が歪んでいる種がある。カタツムリを染色する岩崎ダガが蛇の仲間では多数派である右巻きのカタツムリ捕食に特殊化して、下顎の葉の本数に著しい左右差が進化している。化石動物のホマロゾアは体が全体に左右非対称となっていた。植物の場合には、 移動方向としての前後がなないい。ため、左右もないとはいえ、形態によっては、共像対象に近くなることもあり。また、例えば歯など、部分的にはほぼ共造対象になることもある。例えば創子用植物では、発芽から間もない頃はほぼ共造対象である。藻類や菌類についても似たことが言える。さらに左右非対象がある例に、軟体動物の複足類がある。この類では、 殻が螺旋状に参っているので、左右が非対称になっている。それだけでなく、その進化の初期に体がねじれたと言われており、内臓や神経系の配置に独特のねじれが見られる。なお、そのねじれが戻ったと見られるものもある。また、これらの動物では、殻の巻き方に左右両側のものがあり、それぞれ群によって、おおよそ決まっている他に、 その中でも種によって異なっている。例えば陸産貝類では、カタツムリは右巻きで、キセル貝は左巻きである。そして、カタツムリ類にも左巻きの種が散見される。この巻き方の際は生殖隔離の仕組みとしても働いている。カタツムリ類の生殖器は、体の片方によっており、二頭が行き違う形で、 交尾が行われるが、巻きが逆のものでは生殖器のある側が反対にいるため、交尾が成立しない。このことから、巻きが反対になると突然変異が起きれば、それが種分化の機械になる可能性も指摘される。なお、巻き全般では、同種内で両方の巻き方がある種もある。道具や機械によっては、急須などのように右利き用に作られているものも多い。これについては利き手を参照されたい。 冷蔵庫では左右どちらからでも開くドアを有するものが1954年に東芝から発売されている。陸上のトラック競技は左回りで行われる。これは利き足が右である人間が多く、その場合右足の方が左足と比べて地面を蹴る力が強いので、左回りの方が速く走れるためである。競馬のレースは 左回りのものと右回りのものの双方がある。政治的、思想的な立場を表すために、右と左の語が用いられる場合がある。右、右翼、右派は、保守的、国粹的な立場を、左、左翼、左派は、求心的、革新的な立場をそれぞれ意味することが一般である。この由来は、フランス革命時の国民議会で、議長席から見て、右に保守派、 左に急進派のジャコバン島が座ったことである。右翼思想、左翼思想も参照。文化によっては、左と右に優劣や寄線の意味を持たすことがある。古代インドの霊法では右回りを基地、左回りを不吉とした。インドを発祥とする仏教にも、右線を優位とする霊法が多く見られ、仏教圏の文化に影響を与えている。また、古代中国では、 北心振興が盛んであり、北極星を中心に左旋回する天体の、運行を人間の方位感に当てはめ、南面する天使を中心とした秩序を構成した。一方、ローシア同郷では、吉時なお左、教寺右として主に左が尊ばれた。中国では時代によって、左右の規制が変わり、時代順に、州は左を尊び、戦国、旗、 漢は右を、陸長、隋、唐、宋は左を、元は右を、明、清は左を唐とんだ。これについて、左を癒しめ右を唐とんだ時代は、荒れ乱れた世が多く、君子、いればすなわち、左を唐とび、兵を用売ればすなわち、右を唐とぶという老子の言葉の通りである、とする見方がある。奈良時代から平安時代にかけての日本は、 中国の歴代王朝の中でも特に左を尊んだとされる党の影響を強く受けていたため当時の日本では右大臣よりも左大臣が尊い地位であった。漢の時代の中国では管理を戦一位に下げることを左遷と表現していた菅助修正殿。現在の日本でも会社員や公務員の地位を下げたり条件の悪い勤務地へ強制的に転勤させる行。 左遷、左遷というが、この言葉は現代中国語の語彙としては消滅している。日本の国会議事堂は、建物は左右対称だが、建物の正面から見て、左側が衆議院、右側が参議院である。日本では、襖や障子は通常右側が手前になるようにはめ込む。引き戸やアルミサッシなどでも同様である。劇場の舞台では、 演者と観客が対面する形での上演が多く、左右で方向を表すと混乱しやすい。日本では観客から舞台に向かって見た時の右側をかみて、左側を下手と呼び、左右の語は使わない。英語の表現では、この二つを、ステージレフト、上手、ステージライト、下手と呼ぶ。舞台上の演者から観客に向かって見る立場である。 実際には、やはり混乱しやすいので、プロンプターが通常上手にいることから、プロンプト、上手、オポジットプロンプト、下手という語も使われる。日本の着物は、現代では、通常、男性用、女性用ともにその着物を着るものから見て、右側の部分が手前となるように着付ける。これを、右前という。例外的に、死者に着せる和服のみは、左前に着せる。 これに対して洋服では男性用は右然、女性用では左前のものが一般的である。日本の和食において飯茶碗と汁茶碗は食事をするものから見てそれぞれ左、右に配膳することとされる。また焼き魚を皿に盛り付ける場合には食事をするものから見て左側に頭を据えるものされている。洋食のテーブルセットは 通常、客から見て、右側にナイフ、左側にフォークがセットされている。これは、ナイフは右手で、フォークが左手で用いるのが、一応のマナーとされるからであるが、ナイフを置き、フォークを右手に持ち替えて食べることを、アメリカンスタイルと呼びマナー上も許容されている。アラブなど、イスラム教を信仰する地域や、インドなど、ヒンドゥー教を信仰する地域では、 フォークやスプーンを用いず、直接食べ物を指で口に運ぶことが多いが、左手は不条の手、用弁の際に、しようとされ、食事の際には用いられない。平常形や平安系では、東側は左京、西側は右京と呼ばれる。これは、北部にある御所において天皇は南向きに玉座に、座るために、町の東側は左側に。 街の西側は右側に見えることに由来する。現代の地図上の左右、つまり地図の北を上にした時の左右ではない。現代の京都市の左京区、右京区は平安系とは地域的にずれるがこれに習ったものである。しかしながら、京都の五三送り日には西と東に二つの大文字があるが、こちらは西側の大文字が左大文字と呼ばれる。 占いや順位においては左右に優劣をつけることが様々な文化に見られる。英語で強運なを意味するシニスターはラテン語の左セニストラに由来する。日本語にもシニスターの忠実な訳語として左前がある。なお、大義語で右のはデクスターである。一方、中国では音名古行思想では左が非とされ、太極拳や気候は 左から始まる。川下に向かって川を見たとき、左側の岸を左岸、右側の岸を右岸と呼ぶ。今日ではこの慣例が定着している。漢字の部首において辺は左に、作りは右に位置する。日本語の表記方法としては、縦書きと横書きがあるが、縦書きの場合には、右列から左列に、横書きの場合には、左から右へと文字が綴られるのが標準である。 戦前までは横書きを右から読むことが多かったが、これは一行一文字の縦書きであると見ることができる。また、縦書きを左から書くこともある。世界には横書きでも右から左に書く、文字体系も左から右に書く体系もある。複式簿記の仕分けの表記においては借方を左側に、貸方を右側に書くように定められている。 借り方貸方の用語が類似していて混乱しやすく、また歴史的な語義が失われていることから、借り方貸方という用語は単に、左側右側を意味しているに過ぎない。国、地域によって異なる。自動車が普及している国では、車両とは逆の通行区分になっている場合が多い、対面交通。日本の道路では歩行者は、歩道、路側帯と車道の区別のない道路においては、 原則車両とは逆の右側通行である。これは道路交通法第10条第1項に定められている。1900年に発令された道路取締り規則、1920年に制定された道路取締り例では歩行者も車両と同じく左側通行であった。これは武士が左側に対等していたため、すれ違う時に鞘が触れ合わないよう、左側を歩いていたからとの説がある。 しかし、終戦直後、死亡事故が頻発したため、1949年11月1日に、車両は左側通行、歩行者は右側通行の対面交通が取り入れられた。しかし、鉄道駅の通路は現在も左側通行のところが多い。また、盲導犬は道路の左側を歩くよう訓練されており、道交法でも左側通行が認められている。 日本では、エスカレーターでは左に立ち止まり、歩く者は右側を行くのが慣習となっている。ただし、大阪では右に立ち止まり、歩く者は左側を行く。大阪での慣習の由来については、いくつかの説がある。その一つに、1970年代に、阪急電車の梅田駅で、右に立つことが推奨されたため、右側に立つことが定着したというものがある。 しかし、エスカレーターは立ち止まって乗ることを前提に設計されており、鉄道各社は2列に並び立ち止まって乗るよう呼びかけている。世界には車両が右側通行の国と左側通行の国がある。日本は左側通行であり、これは道路交通法第17条第4項に定められている。ただし、例外として、 地形の制約などにより上下線の配列が左右逆になっている箇所、北陸自動車道鶴ヶ IC 今城 IC 関東も存在する。日本以外の左側通行の国や地域の多くは、イギリス、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、大王国、マレーシアなど、旧大英帝国、イギリスの旧植民地であるところが大部分でる。左側通行では、 右ハンドル、右側通行では、左ハンドルの車の使用が標準となる。右ハンドル、左ハンドル、どちらの場合もクラッチブレーキ、アクセルの並びは、左からこの順で、変わりはない。ヘッドライトのロービームも、左側通行用の車と右側通行用の車で配光が異なる。つまり、ロービームは前面をまんべんなく、照らすのではなく、 対向車を減惑させないように廃校がされている。日本や英国などでは、右ハンドル、左ハンドルどちらの使用の車両であっても、国内の法制に従って、車両を登録し、行動上を運行させることができる。また、ヨーロッパ連合においては、左側通行である英国やアイルランドと、その他の右側通行国との間、タイとラオスの両国間、また、 中国の国内において、香港やマカオと他地域との間などでは、自動車による往来が可能であるため、必然的に右ハンドル使用者と左ハンドル使用者が、同一の交通の中で混在する。この場合、車両通行の左右が入れ替わる場所では、立体交差にするなどして、交通の作装を防でいる。スターボード定優先の原則により、船舶は万国共通で、 右側航行が原則となっている、海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約。日本でも海上衝突予防法でとされている。ただし例外もあり、例えば静観連絡船が運航されていた時代の静観航路は左側通行であった。また、船舶は右側航行が原則であるが、接眼は左辺で行われることが多い。 上述のスターボード低優先の原則のスターボード、スターボードとは、カジトリータを意味するステアリングボー、ステアリングボードの名であり、昔の船はカジトリータを占領源に装備していたため、左舷で接岸が行われていた。このため、現在でも右舷は、スターボードサイド、ストバーザイド、左舷はポートサイド、ポートサイドと呼ばれ、慣習的に左舷で接岸が行われている。 航空機は船舶の監修を多く引き継いでおり、右側航行が原則とされる。2機の航空機が互いに正面から接近しつつある場合には、互いに進路を右に変えなければならないこととされる。これは日本の航空法施行規則第182条にも規定されている。また、ポートサイドスターボードサイドの呼び名や左側から乗降することが多いのも船舶と同様である。 自動車と同様国、地域によって異なるが、路面電車以外の鉄道は、必ずしも自動車の通行区分と一致するわけではない。台湾、韓国、北朝鮮では、自動車は右側通行だが、日本当時時代に建設された鉄道路線は左側通行である。また、韓国では、ソウル交通公社1号線も乗り入れ先の韓国鉄道公社に合わせて、 左側通行なっている。フランスも自動車は右側通行だが、鉄道はイギリスの技術支援を受けた影響で左側通行となっている。このほかイタリアやスイス等も自動車とは逆の左側通行となっている。逆に、インドネシアは自動車は左側通行だが、鉄道は右側通行となっている。日本の鉄道は イギリスの技術支援を受けた影響で原則、左側通行だが、例外として、地形の制約により上下線の配列が左右逆になっている箇所、東海道本線の南荒尾信号場、関ヶ原駅間、北陸本線の新北駅鶴ヶ駅間などが存在する。それ以外では、三重交通信都線が複線区間で右側通行だった。また、単線区間において、 ホームに侵入する際には線路の構造や閉塞取扱いの名残、ワンマン運転における乗客の取扱いの利便性から右側通行になる場合がある。運転席は右側通行の場合は右側、左側通行の場合は左側にあることが多い。宇宙人に写真や模型などの実物を送らずに言葉や論理だけを通信して左右を伝えることができるか。 というポピュラーサイエンス上の問いかけがある、オズマ問題。相手が宇宙人であるので、人同士のように、心臓のある方が、左、といった定義が使えない。上と下は重力に対して定義し、上下軸に直行する一本の軸を前後軸として定義する。その二本と直行する最後の軸が左右軸であるが、どちらが右で、どちらが左であると伝えることができるだろうか。 このように実物なしに言語討論理のみで左右を伝えることは極めて難しいことがわかる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。